同期式シリアルインターフェースとスレーブ間のシリアルインターフェースの標準として広く使用されている。SSI は RS422 を基本としており、センサ製造メーカー間で非常に信頼が厚く、各種のハードウェア間の実施に加えて高いプロトコール効率を持っている。SSI はアブソリュートエンコーダの位置情報を送信をするために1984年に、 マックス・ステグマン GMBH で初めて開発された。公式には1990年に特許が切れたドイツ特許で3445617で網羅されていた。信頼性、堅牢さを要求される厳しい工業環境下で測定する機器の通信に優れている。SSI はデジタルデータ通信用の動機、ポイントツーポイント、シリアル通信チャンネルである。 同期データ通信は、クロック信号を使用して、受送信の終端で送信を同期させ、データを送信するものである。スタートとストップのビットが存在しないので、多くのメッセージビット通信バンド幅の使用を可能にし、全体の通信プロセスを簡単に簡素化できる。随一、SSI ポイント2ポイントの通信一般的には、前述したように、マスターから、 スレーブのポイント2ポイント接続を考えると良い。マスターはクロックシークエンスをコントロールし、スレーブはシフトレジスタを通して、その時のデータ、値を送信する。マスターによって冷気された時、データはシフトレジスタから排出され終了する。マスターとスレーブはコントローラのクロックによって同期している。クロックとデータ信号は RS422 に従って通信される。 RS422 は、アンシ ANSI, TIA, 四百4 2 2としてよく知られており、平行電圧デジタルインターフェース回路の電気特性を規定する記述標準でもある。データは平行、または作動信号を使用して送信される。また、クロックとデータ線は、基本的にはツイストペア線が使用される。入力は r s 二四百八十五。 によって生じるガルバニック絶縁に対してアプトカプラーが使用される。センサーからのデータ出力は RS422-485 ラインドライバで行われる。作動信号は電磁域に強く、それゆえ厳しい外部環境、長距離伝送の使用に対し信頼性が高い。インターフェースは蒸気の図に示すように非常に簡単なデザインである。 二体のペア線からなり、一体はマスターからのクロック信号を送信し、残りの一体はスレーブからのデータを送信する。クロックシークエンスが必要な時にはマスターからトリガーが発信される。相違するクロック周波数は 100khz から 2MHz までの範囲で使用できる。クロックパルスの数は送信されるデータビット数による。最も簡単な SSI スレーブインターフェースは、 センサの現在位置に停止するためさえ取り込みのできる単安定マルチバイブレータを使用する。スレーブの停止した現在位置はシフトレジスタに保存され、これらの値はコントローラによって冷気されたとき排出されて終了する。この設計はインターフェースに使用されるニューコントローラー FP が ASIC の向上により現在も改善されている。データフォーマットは データの適切な通信を確保するため次のように設計されている。データ通信のプロトコールは3つのパートから成り立っている。フォーマットの最重要点はインターフェースを適切に稼働させることであり、ハードウェア、またはソフトウェアのエラーから通信データを守ることである。停止状態でクロックはハイレベルにあり、センサ出力もまたハイレベルにある。それゆえ、 電線の非接触状態を検知するのに使用される。これはインターフェースの適切な稼働状況を監視するのに役立つ。N クロックパルスの後、データは完全に送信される。次のクロックパルスでセンサ出力はケーブルの短絡検知を行うローレベルに移行する。N プラス1の後、ハイレベルであれば、次にインターフェースが短絡状態はいる。 複数のスレーブからの読みはクロックにスレーブを接続することにより同時にできる。しかしながらグラウンドループと電気絶縁を避けるためアップとクルーパーにより完全なガルバニック絶縁が必要となる。次のキーワードが SSI データ通信手順を理解するのに必要となる。される時間。TM の後データラインは停止しスレーブはシフトレジスタにそのデータを アップロードし始める。い。だは二つの立ち下がりエッジにかかる時間を示す。SSI インターフェースのシングル通信。1。データの停止。2.1回目のデータビットの送信。3。通信の終了。4。ポーズ時間の後、SSI が停止状態に戻り、新規通信に対応する。ダイアグラムは SSI プロトコールを用いたシングルデータ通信を示したものである。 SSI は停止状態にあり、データとクロックラインの両方とも範囲にあり、スレーブは現在のデータを最新に書き換えている。マスターが一連のクロックパルスを出したとき、通信モードが稼働する。スレーブはクロック信号の始めを受信したとき、現在のデータを自動的に停止する。クロックシークエンスの最初の立ち上がりエッジで、センサの値の MSB が送信される。 連続的な立ち上がりエッジでビットは連続的に出力される。完全なデータ言語の送信後クロックの追加が立ち上がりエッジがファイに行くためにクロックラインをセットする。データラインはローにセットされ送信タイムアウトを認識するため時間 TM をそのままにする。クロックシグナルが時間内に受信された時以前と同じデータが再び送信される。 時間 TM 内にクロックパルスがなければ、スレーブはその値を最新に書き換える。データラインはハイにセットされる。スレーブは時間 TP クロック信号を受信する。複数の送信、LSB 送信の後、連続クロックの場合、同じデータの複数への送信は生じる。例えば、クロックパルスが安定状態へ移行するべき、モナルフラップを認めない場合である。これは、 下記に示す。最初のシークエンスはシングル送信と同じである。停止状態でクロックとデータラインはファイで、最初の立ち下がりエッジの到着で送信モードは冷気される。同じようにデータビットはすべての立ち上がりエッジで MSB で連続して開始する。LSB の送信はデータの送信が完全であったという意味である。 追加の立ち上がりエッジは特別なデータの送信の終了を示して、ローにデータラインを移行させる。しかし、次の後、連続クロックパルスがあるなら、デクルスレーブの値は最新に書き換えられない。これは、モナフラップが、まだ、不安定で、シフトレジスタの値が以前と同じ値であるからである。次の立ち上がりエッジで、N プラス1の立ち上がりエッジの後、 同じデータの送信がある。また、早いうちに送信されたデータの MSB は、テーラー・ワッツの後に再送信される。次に、同じデータの複数回の送信に関して、早期の送信と同じ手順で続く。スレーブの値が2つのクロックパルス間のタイミングが、送信タイムアウト TM より大きい時のみに生じる。複数の送信は、データの整合をチェックする必要がある。 二つの受信した値を比較し、送信失敗が二つの値間の相違でわかる。データの送信はマスターによってコントロールされる。送信は TM より長い時間、クロックシークエンスを止めることによりいつでも中断することができる。スレーブは自動的にタイムアウトを認識し、停止モードに移行する。ケーブルレングスバーサスシグネリングレート SSI は RS422 を基本としている。 適切なケーブルをクロック長さとクロック周波数の範囲内で選択する必要がある。クロック長さとクロック周波数の関係は次の公式を参照。これは伝統的なガイドである。このカーブは100オーム抵抗を終端に接続し、52.5P 以外、メーターの分路性電容量を持つの GW24 度。ハイデータレートが使用されるとき、機器は短いケーブルに限定される。 ローデータレートが使用されるとき、長いケーブルを使用することも可能である。ケーブルの DC 抵抗は、ケーブルの増加による電圧効果と同じようにノイズも増加させることにより、ローデータレートに対して、ケーブル調が決まる。ケーブルの AC 効果は、信号の効果に限定される、ハイデータレートが使用されるとき、短距離にケーブルが限定される。 データレートとケーブル長の例は RS422 の場合 1.2km で 90kbps から 5m で 10Mbps 変化する。ツイストペア24アメリカンワイヤーゲージ 52.5p 回メーターから違った特性を持つケーブルは上記で述べた特性内にいる必要がある。最初に図から希望のデータ信号に関係する。 ケーブル長さを持つ24アメリカンワイヤーゲージの絶対ループ抵抗値と静電容量値ケーブルを決める。次に実際に使用するケーブルの同等長さに変換する。例えば、長い距離は19アメリカンワイヤーゲージを使用すると可能になり、一方、短い距離では28アメリカンワイヤーゲージが使用される。マスタとスレーブを接続する最大許容ケーブル長は、 データ信号レートの機能である。また、許容シグナル歪み、マスターとスレーブの回路間に生じる電位差と水平カップルノイズの合計にも影響される。使用されるケーブルのタイプと長さは機器に対して必要とされる信号品質を確保できなければならない。さらに、ケーブルのバランスは発電、受電ともで許容クロストークレベルを維持できなければならない。数社の製造会社と組織は 基本的な SSI プロトコールに付加情報を加えている。適切なデータ送信を行うためになされている。通信を守るため、データ通信 CRC ビット、またはパリティビットの終了を指示するために加えられている。簡単な言葉で言うと、バイトが正確に中断、受信されるかどうかを認識するために使用される。この場合、同じデータの2つの連続した送信が行われ、 送信でエラーと比較される。しかしながら、パラレルデータ通信と比較して50、50%プロトコールの効率が減じている。このインターフェースは、工業自動化では自由度が広いが、SSI は単通信距離のみに限定される。また、1個のマスターデバイスのみでサポールされる。しかし、1.2km は自動化工業標準の通信としてはむしろより良い距離である。 フィールドバス、エーサネットのような進んだ通信システムと比較したとき、SSI はマスタースレーブの構成に限定されるが、マスタースレーブ間の点と点。ありがとうございます。